はい、では本日は外野手バックアップを忘れずにという内容について話をしたいと思います。外野手は暇なポジションと思われがちですが、フォーメーションの動きを見ていただければ分かる通り、このフォーメーションの動きっていうのはまだねちょっと作成途中なんでちょっとすみませんね、また今後フォーメーションの動きについては動画で作っていきたいと思いますんで、ネットでね野球守備フォーメーションで打てば、多分出てくると思うんで、そのフォーメーションの動きはね見ていただければ分かるんですが、ボールに実際触れるっていうことは少ないんですが、ほとんどのケースで、全てのポジションがバックアップに動いてます。外野めちゃくちゃ忙しいですからね、暇ありえないですよ、暇なんて相当走ってますからね。で、なんでこのまたね動画作っていくんでね、この守備のフォーメーションの動画も見ていただきたいですね。外野の動き、ただボケっと突っ立ってるんじゃなく、やることはいっぱいあるんで、そこをね説明またしていきますんでね。でポイントとしては打球のバックアップで、外野に打球が飛んだら自分の打球でなくても外野手は必ずバックアップに向かいましょう。センターは両サイドの打球処理、ライト、レフトはセンターの打球処理のバックアップをします。また外野への打球だけでなく内野手の打球処理もバックアップをしておきましょう。自分の前方の打球は必ず前に出て内野手の失策に備えます。失策っていうのはエラーのことですね。で外野は抜かれてしまったら一気にピンチに変わります。必ずバックアップをしておきましょう。そうですね、もうセンターゴロなんて後ろにやったらね、もうランナーバンバン走っていきますから、内野手も基本エラーはねしてほしくないんだけど、内野手エラーしたら後ろに外野手がねこういるんで、まだこう伸び伸びプレーできるのかなって思いますけど、外野手はもう後ろにやったら終わりなんでね、もう本当大変なポジションですよね。どのポジションもね当然大変なんですけど、外野手は後ろにやることができないっていうプレッシャーはありますよね。で、次のポイントは送球のバックアップということで、外野手は送球のバックアップも忘れないようにしましょう。特にライトは一塁送球のバックアップに必ず走っておきます。面倒に感じるかもしれませんが、この動きがピンチを救うこともあります。ライトのね話何度かしましたけど、この一塁送球のバックアップね、これ毎回走るのは相当大変なんですよね。だから僕は一番ライトを尊敬してるので、ライト好きなんでね、本当すごいいいポジションだと思いますね、ライト。で次のポイントが100回に1回に備えようということで、バックアップをしてもほとんどのケースでバックアップの動きはトローに終わると思います。しかし失策は突然起こります。その時バックアップがいなければピンチになるでしょう。逆にバックアップがいればピンチは広がらず、逆に流れを呼ぶかもしれません、ね、僕が指導者、少年野球か、少年野球の指導者してる時に、思ってたのが、ライトがこうカバーに走ってて、でボールが、ね、一塁送球のこう送球がそれサー、例えばサードゴロでサードがボールを投げて、ね、一塁の後ろに転がっていった時にライトが、ね、カバーしてて、でみんなライト褒めます、褒めますよね、おーライトよくやったよくやったと褒めるんですけど、そのカバーに来ていたことを
褒めるのも当然大事なことなんですけど、僕はあのなんだろうな、エラーしていない時、まあ、サードゴロとかショートゴロとかで一塁でアウトになりますよね。でナイスサード、ナイスサード、ナイスショート、ナイスショートと、まあ、みんな声かけるんですけど、僕は結構その何でもないアウトの時にちゃんとライトがカバーの位置に来てるかっていうのを全部見てましたね。まあ、それを見てよくやっているのか、まあ、それともサボっているのか、判断してましたし、やっぱ何もない時にしっかりとカバーをできている選手っていうのは、まあ、すごいなと思いますし、まあ、褒めてましたね、で次が100回に1回しか起こらないことでも必ず備えておくようにするのがバックアップの基本です。横着しないで必ずバックアップをしておきましょうということで、本当そうなんですよね。100回に1回しか起こらない、あるいはもう1000回に1回しか起こらない、もう全く起こらない可能性もねあるんですよ。でもその中でもしっかりとカバーに来ておくことが重要ですね。本当何があるかわからないし、まあ、ライトがしっかりとカバーに来てくれているおかげで、まあ、内野手も安心してね送球をすることができるので、ですね、まあ、ライトだけじゃないですよね。サード送球の時にレフトがしっかりカバー来ているか、ね、セカンド送球の時もしっかりとセンターがカバーに来ているかっていうのも大事にはなりますよね。はい、ではこれが、外野手のバックアップを忘れずにという内容になります。まあ普段ねこう何気なく練習してるとこのカバーの大事さっていうのはねこう忘れがちになるんですけど、まあ、改めてねこのカバーの大事さっていうのを再認識していただければなとは思います。以上です。